ゃっちょくギャラをもらってるバビちゃんです。あ、喉にちょっかいたわ。バビちゃんとリハビリの昭和記念公園に来ています。今から写真を撮るわよ。バンビが調子良さそうなので北西立川の駅には戻らず立川の駅まで歩こうと思います。きっと西か立川すごい駅混んでると思うから立川まで歩いちゃった方が遠いけど頑張ろう。おー、メインロードから外れてさつき橋からザンボリ川沿いを歩いています。マロッピーズはいつもこの道を通ります。誰もいなくて歩きやすいです。まだ若干桜も残っててここを歩けないからこっち側を歩きます。おいちゃん頑張れるね。立川まで結構なさ距離だよ。サブちゃんが歩いたぐらいだから頑張れなかったらバック入ろうか。頑張れよ頑張れよ頑張れるかね。今度またみんなでさ代々木公園行こうよね。代々木これからバラが咲くからさ楽しみだよ。いいよ。ね、バンビとトンのお誕生日デートはサブちゃんと3人で代々木かな。雨降んないといいね。聞こえますか鳥の声。鳥ちゃんがいるね。メルママが来ないかな。ね。人がいないところ。うん。ふふふふふふ。なんて野鳥さんかな。知ってる人がいたら教えてください。聞いてばっかりのマロンママ。階段行くよ。はいはい。よいしょ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 。すごいバビちゃん。おちょちょっとここ高くなってきた。大丈夫いける。おいで。やだ。おいちょ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 。はいゴールだよ。ゴール。はい、頑張りました。最後はソフトクリームでお疲れ乾杯です。これからまだ雨が降らなそうなので吉祥寺の井の頭公園でママカレーを食べに行こうと思います。はい、今日最後のピョンだよバビちゃん。ピョン。どうぞ。疲れちゃったか。最後のピョンはピョンしなかったお。